マユは、もう一回帰ったんだけど、ちょっと電話してみるか。何時に来るの？え？来るなんて言った？来ないの？来るなんて言った？で、どっちなの？行かないよ。来ないの？うん。じゃあもう二度と関わらないから。明日送ってくれるんだったらいいよ。何なの？来ないって言って送ってくれるんだったら行く。何なのその。送ってくれるんだったら、まあ行ってやってもいいけど。送るの？いや、めんどくさいんだけど、遠いし。どっちみち、あさって朝から用事があるから、絶対に明日帰んないといけないんだけど、明日送ってくれるんだったらいいよ。てめえ、帰れよ、電車で。いや、てめえが車で送らせてやるよ。てめえの車で。何の用事があるの？関係なくない？会いたいんでしょ？俺に。いや、別に。ただ、お前が、ね、眉がいた方が配信やりやすいんだったら手伝ってやろうかって。その代わり足送ってって話。わかった？ね、下で見られてるからいいわ。わかった。うん。うん。愛子おばさんにも。いろいろ言われて、ね、もう行く気もせたんで。何？しっかり配信聞いてるの？愛子おばあちゃんに。怖くない？譲られて。聞いてるってこと？配信を。言ってたんでね。監視してるの？いや、たまたま開けた愛子おばあちゃんの。たまたま？うん。たまたまじゃなくない？いや、さっきお風呂入ってて、お風呂出て、なんか、開いた瞬間。お風呂にまで持ってって聞いてたってこと？え、違う。お風呂から出て、あ、今何してんだろうって思ったら。いや、お風呂に持ってってるよね、これ絶対。持っててないよ。え、とにかく。そんな気になるの？はい、帰るのね。早くしてよ。待ってるんだから。明日送るのね。うん？それは気分だけど。気分はダメ。早くしてよ。送ってね。臭いパン、臭いパンツ変えた？もう電話切るよ。変えたの？臭いパンツは。電話切るよ。変えたかどうかどっちなの？関係なくない？変えようが変えまいが。で、パンツちゃんと持ってきてね。なんで？臭いから。でもじゃね。なんで？なんなのお前。早くしてよ、待ってるんだから。だから明日送るのか聞いてんだよ。ね、もうほんとしつこい。電車で帰れって言ってるよ、みんな。みんな言ってる？うん。見るわ、ちょっと。見なくていいよ、監視。送ってあげなって書いてあるじゃん。行きたいくせにね。で、別に。好きで仕方ないんだね。は？てか、お前から今電話かけたよね。で、早くしてよ。明日送れよ。送らせてやるから明日。わかったか？早くして。わかったか？じゃ、まず着なよ。
お前ははいだけ言えよ。うるせえてめえ。はいって言えよ。お前にいいえって言われる筋合いねえんだよ。わかったか？早くして。じゃあちょっと出るわ今。ほら。会いたいんだよ。もう出るわってことは、もう出るわって言ったじゃん。もう準備整ってるんだよ。これわかるでしょみんな。もうね、行く気満々で、もう準備整ってるんだよ。うん。だからすぐ出れるんだよ。連絡待ちだったんで。一旦超優しくしてみたら、じゃあいい？じゃあつまらなくなるけど、優しくしてあげていい？優しくするよ。じゃあ普段に戻っていい？じゃあクズキャラやめていい？クズキャラ。